まず、河正州の王朝から新韓帝国に至るおよその歴史の推移について申し上げます。前回申し上げたように、東アジア、特に中国においては今から4000年ほど前、紀元前2000年の頃以後に王朝国家が成立したと考えられます。その王朝国家は、河正州という王朝であったと考えられます。それから以降、 新しいタップの国家が生まれて分立と交争を繰り返しその戦いの中から新漢帝国が生まれるという推移、えー、をたどります、えーまあ、この時代の最初の時代は春秋時代というふうに言いますこれはあの清州王朝の覇権が失われて以後ということで紀元前七百七十年以後のことであります春秋時代というのは春秋という 古典に記録された時代ということでまあ、この時代の定義にもいろいろとあるのですがまあ、ここでは通説に従っておきたいと思います春秋時代に続く戦国時代は紀元前403年以後でありますこれはそれまであった春秋時代の清という国が寛、義、朝というまあ、戦国時代の3つの峡谷に分かれた時代なのですがこれが分かれというのも新しい社会の動きを反映したものであります これは戦国作という書物に記録された時代ということで戦国時代というふうに呼ばれております。